たどり着いたようですわね。父上。そして最強の執行者か。よくぞ参った、ナウラ、リーンに7組の者たちよ。ここまで至れたそなたらの成長、改めて嬉しく思う。やはり記憶も人格も尺閣下そのものなのですか。ああ、仮面は飾り、あくまで呪いの強制力ってやつらしいな。それでもなお光を失わねえのはさすがってところだろうが。やはり孫をことなく父上なのですね。ならばやはりこれは好機、全身全霊をもって挑ませてもらいます。今こそあなたを超えるために、あなたの娘として奥義を受け継いだアルゼイドのサンドロッドの伝承者として。ラウラそれでこそ我が娘だ。マクバーン、あなたは一体どういうつもりでそちらに。世界の終焉、あなたがそのようなことに興味があるようには思えませんがまあ確かに興味はねえな。この世界が続こうが終わろうが、正直俺には知ったことじゃない。俺が俺らしくあれる熱い戦いがそこにあるのかないのか。ただそれだけだ。世界の終わりが知ったことじゃないだと。やはり意味は分かりませんが、今はそれどころじゃなさそうですね。ああ、帝国最高の剣士と最強の執行者、どちらもあまりに高い壁だが、進むべき道を阻むならどうあっても乗り越えるのみだ。見せてもらうぞ、ラウラ、リーン、己が剣の先に掴んだもの。参ります、父上。我がアルゼイドの剣を持って今こそ乗り越えさせてもらうぞ、火炎魔人市場の出し物に負けないよう踊り狂うとしようぜ。さあ乗り越えてみせるがよいせいぜい気張ってみせろや。駆動、私の番ですね。
ス、駆動、お任せください。燃えろ猛攻陣、グレお任せください。やっはっ感激でございます。やっありがとうございます。させるか私の番ですね。やっ手当てします。ありがとう。すぐに手当てをありがとうございます。行くぞ。はっ今だ。続きます。いいね、最高だぜお前ら。はい。はぁじゃあ行ってきたぜ。我が求めに応じ、今こそ権限せよ。ソは堅牢、我らを守る唯一の盾。ソは流霊、今国を照らす無二の鏡。照らせ、パレス・オブ・エレギオン。まだこれからだ。逃しちゃって。ノン、ノン、ノン。我が内なる強欲よ。俺の番だな。はっ、今だ。続きます。ちょいと熱いが我慢しろよ。ほら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 。さてこいつで仕上げだ。キリオンハザード。私の番ですわ。はあ、ありがとうございます。我が求めに応じ、今こそ権限せよ。ソは堅牢、我らを守る唯一の盾。ソは流霊、今国を照らす無二の鏡。照らせ、パレス・オブ・エレギオン。
ルゼイドが神髄、とくと見よ。よし、掴んだ。やりました。成長しちゃいました。やったぞ。まだまだこれからだ。よし、やったわ。精進あるのみだ。全てはそこからであるのもすでに分かっているようだな。はい、力と剣は己の続きにあるもの。そこに込める魂こそがアルゼイド流の神髄であることも。この立ち合いも必ずや己が魂の糧として見せます。うん、アルゼイド流の輝き、しかと見届けさせてもらいました。いいね、なかなかの仕上がりじゃねえか。火炎魔人、まだ余力を残していますわね。どういうつもりだ。今回はあくまで磁石閣下のサポートに徹していたみたいだが。そういえばまあ花を横取りすんのも興ざめだろうからな。むしろ本番はここからだろ。さあ第2ラウンドといこうじゃねえか。検証の娘はともかく、灰の小僧クルーガーはまだいけんだろうが。おっと、ヴァンダールの新米もちょっとは見せてくれそうだな。ケン、あの魔剣まで。いいでしょう、取り戻したなと立場を持って。ラウラと磁石閣下に代わり食い下がらせてもらうぞ。ソードマスターの戦闘不能を確認。
ガルガンチュアで現れた巨人型の魔光騎兵ですか。バックアッププロトコル作動、侵入者の殲滅を開始。まさか試着閣下が戦闘不能になった時のために。ああ、しかもこの区画ではバリマールたちも呼べない。アルベルヒか、こんなもんを仕込んでくれやがったとはな。ミスをさせてんじゃねえぞ。一瞬だ。さすがは火炎魔人。一丁前に対処装甲を積んでんのか。だったらこいつで。いや、それには及ばぬ。ビクター殿の頼みなれば。残念ながら兄は動けなんだが。まさか父上が連絡を。ああ、マテウス卿が帝国東部で動かれているのは分かっていたのでな。もしもの備えとして助力をお願いしていたのだ。呪いに動かされながらそこまで。すごすぎるだろう。よく頑張りましたね、クルト。七組の皆さんも。父の代わりとしては役者不足だが、この場は何としても切り抜けるぞ。地上で戦うオリビエたちのためにもな。はい。噂の雷神はいないようだが、大したメンツが来たみてえじゃねえか。貴様が強縁とやらか。こうして相対するのは初めてだな。まさしく人外の強者のようですが、せっかくなのでお相手しましょうか。どうやらまだ先があるようだが。それに気づくか。だがやめとくぜ、タワーが溶けちまいそうだしな。何のつもりだ。ま、これ以上はそれこそ野暮ってもんだろう。検証とその娘に免じてこの場は撤退させてもらうぜ。だが本当に面白い場所だ、このエレボニアってところは。今のお前らだったら俺の本気も受け止めてくれそうだしな。まあ、全てはお前らが鋼を超えてからの話だろう。せいぜい楽しみにさせてもらうぜ。最後の日にもう一度会えるのをな。言ったようですわね。あの影は一体。なんだって言うんだ。エマ、やっぱり。ええ。気にはなるが、今は急ぐがいい。障壁の発生機はこの上だ。直に衛士隊も駆けつけるだろう。父上。確かにそうですね。飛脚閣下は任せるがいい。丁重に外までお連れしよう。
我々も後で合流させてもらう。そちらは頼んだぞ。わかりました。兄上、屋上へのエレベーターはそこだ。早速向かうとしよう。それはやめてちょうだい。せっかくの実験機材ですから。こんにちは、7組の皆さん。クルーが、いいえ、シャロンさんもアルカンシェルを目くらましにするなんて考えましたわね。ああ、邪魔するつもりはありませんわ。私が興味あるのは、総国の末にもたらされるもの。あなた方が試練を乗り越えて挑む以上、止めることに意味などありませんから。まあ、アルベリヒさんの要請のまま、あの趣味の悪い最終機体を運び込んだお詫びとでも思ってくださいな。あちらも佳境のようですわね。久しぶりですし、少しだけ見物してから行くとしましょうか。それではごきげんよう。せっかくですから見せてくださいな、人が伝説を超えられるかどうかを。
素晴らしかったわ、シュリちゃん。他のみんなも見事だった。なんとかやり遂げたよ、イリアさん、ディシャネ。すごい歓声です。それにみんないい顔をしてくれているね。そういえばリン君たちはどうなったのかな。あんたって子は途中から完全に忘れてたでしょう。無理もありませんよ。でもやりきれて本当によかった。僕も改めて音楽の力を確かめられたし。そうね、エリオット、あれ？あの人たちまで。ベル、本当に勝手なんだから。やれやれ、あやつもおせっかいというか、ま、わらわも人のことは言えるか。ディアンヌへの道手伝おうと思うたが、若者だけでなんとかなったのは上々かな。そうですね、聖杯の副長に兵ゆえとやらだったか。お初にお目にかかります。いや、なんだか偶然行き合わせちゃいましてね。特にこの先は邪魔するつもりはないんですよね。それはもう諸般の事情で協力もできませんが、この因縁の地でのもう一つの決着、おとなしく見守らせていただきますよ。ふん、クエの男じゃの。まあよい、わらわも見届けさせてもらおうぞ。250年来の友人として、あやつの旅の行き着く先を。
ようこそ新たなる赤き翼へ。再びこうしてあなたとブリッジで話せることを嬉しく思いますよ。こちらのセリフです。大変なご心配とご迷惑をおかけした。殿下と赤き翼の帰還、仮面越しに眩しく映ったものです。お互いに多くのものを失い、そして得たようですな。ええ、本当にご息女や彼らを見ているとね。